ベワちゃん助けに行こうか。ちょっと便乗させてもらいます。人キャンペーンハマっちゃうよ。まあ俺だからね、まあ友達だからできる部分もあるけど、ごめんねテンション低いけど。まだ10分ぐらいしか経ってないと思うんですけど、はい、やめることできないですか？え、使っちゃってるんですか？あ、部屋入ってないです。入ってないですか？はい。一応キャンセルできないんで、はい、はい、今です。すいませんでした。寝れないしね、気が紛れるからさ。六本木まで行ってます。あ、かしこまりました。ご指定の高速ございます？あ、早ければ早い。はい。じゃとりあえずこれ右曲がっちゃいますんで。はい。住所言いますね。あ、あ、住所。はい。ちょっと待ってね。とにかく六本木方面。距離優先で行っちゃいますね。はい。友達の彼女が OD しちゃって大変なんですよ。はい、薬をね、多く服用しちゃって。あら、これナビダメだこれ。ちょっと全然違う。今日何回かこうナビがちょっと使えないんで、はい、これちょっと見てもらえば分かるんですけど、これ破綻とかゴールになっちゃってるんですけど、はい、ちょっとGoogle で行きますわ、はい、もしあれでしたらお客さんも Google っていただければ、はい、港区六本木、僕がじゃあナビしましょうか。ちょっと待ってください。音声検索入れちゃいますんで、港区六本木いくつでしたっけ？申し訳ない。
いや、誠治も行くかなと思ったけど。誠治も来る？誠治も。港区六本木3-16の。誠治がカレンちゃん説教係やって、港区で俺があの掃除係やる。3-16の。で、大原誠治は、大原の方はあの下で入れてもらえず待っとけばいい。役割的にそんな感じじゃない。あのね、この便乗は便乗でも俺本当に助けたいと思う気持ちがあるんだよ。多分きっと誠治も多分そうだろうと思うし、でも野鳥は多分ただの便乗でしょ。そんな気がする。10万も使ってる。俺お金使ってないわ。でも俺の役割的にはもう、でも実際あの本当の姿じゃないじゃん、カレンちゃんの、まあ、OD したことによっても頭おかしくなっちゃって暴れたわけじゃん。本当のカレンちゃんの性格の部分じゃないと思うんだけど、まあでもまあパル別れた方がいいっていう流れでパルを新宿に連れて帰る方向の方がいいのかな。どうだろう。でまあカレンちゃん前誠治が病院にね連れて行こうとしてたし、やっぱりもう一回実家にねちょっと帰った方が。いや、パルも支えきれないんじゃないか、ちょっと。そんな気がしない、ちょっと。でね、パルがDV なんかしたらえらいことだよ。レワちゃんも、レワちゃんがプラスチック食べたりしてるんだよ。明日シラフになったらもう、まあ、いじめてるって勘違いされるかもしれないけども、ちょっと強く言った方がいいのかなと。優しく言ったってもう聞かないじゃん、カレンちゃん。聞かないじゃん。もう取り上げてでもお酒飲ませないようにした方が、どんだけカレンちゃんが暴れようが、もうそうするしかないんじゃないですか。なんだかんだ飲ましちゃうからね。薬取り上げるのが正解なのかも俺ちょっと分かんないんだけど、どうなんだろうね。薬をもう全部取り上げて捨ててさ、酒も飲ませない状態で生活させると本当にもうなんか
頭おかしくなっちゃうのかな人って。どうなんだろう、まあ、俺が掃除したのは別にいいんだけど、あの1時間ちょっとでしょ。あ、その気になるやつでもやれるからいいんだけど。あ、入院するしかないんだ。もう覚醒剤と一緒だね、もうね。でお酒と服用してるか、ちゃんぽんしてるか余計多分タチ悪いんだよ。普通じゃないじゃんね。せっかく片付けてもらったら普通じゃないことが起きるよね、やっぱちゃんぽんすると。もう下手したらな、あの犬も殺しかねないぞ。カレンちゃん自体がもう死んじゃうかもしれないしな。まあそもそも今日喧嘩したんだよね、二人は。あのでデート、誕生日デート行った時に喧嘩して、そういうストレスもあったんだろうね。あのカレンちゃん擁護できるなら、まあそこの部分じゃないか。まあそうなったのはパルにパチンコ行こうって言われて、あの断ったら別れよって言われた、そういう部分しか擁護できないんだ。気持ち分かってあげてほしい。だからもうね、パルもやっぱ2ヶ月同棲ってもう依存しやすくてさ、2ヶ月も同棲してるからやっぱなかなか抜け出せないんだと思うよ。俺もちょっともうずっとクルちゃんのこと頭離れないし、別れたら別れたで、うん、情が入るつかもう異常じゃん。あのそもそも社会人で同棲ってなっても、まあ仕事してるとか付き合って1年ぐらい経ってからとかじゃん。いきなり同棲するし、もうほぼほぼ一緒にいるってなかなかね、あの皆さん味わえないでしょ。仕事もしてるわけじゃないから、もうかなりのね、あのかなり依存してしまうんですよ、四六時中一緒にいるとさ。花火ありがとうございます。ただ警察に連行はされてないのかな。どうなるんだろう。警察呼ばれたのが1回とかじゃないから、あのまあ多分警察署まで1回話を聞きにみたいな流れになった時に、犬とかどうするんだろう。あ、パルちゃんね、パルちゃんに投げてあげて、俺いいからさ、うん、ありがとう。だって前一回トラブル起こしてるでしょ。でも2回目とかってやっぱ